はい、皆さんこんにちは。今回はですね、あのワールドカッププレイヤークォークソースとの日本マップ対決パート2となります。パート1見てないよっていう方は概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらをご覧になってから見てください。さあ、今0-1で私が負けております。果たしてこのまま負けてしまうんでしょうか、それとも大逆転となるんでしょうか。ぜひ楽しんでご覧ください。それでは本編をどうぞ。はい、ってことで2戦目ですね。いやー、ちょっとさっきのは悔しい。うん、文字情報ね、出ないかどうか、出てほしいですね。はい。さあ、これは、いきなり、地方がわからん。PC が相変わらず重いですが、まあ、ノーブームなんでね。まあ、そこまで影響はないでしょう。また地方がわからん。いや、今回マジでむずいラウンド多いな。全然わかんないんだけど、地方が。何これ。いやー、わからん、これ。全然わかんないね。東北っぽいな、でも。東北っぽいよなー。いやー、わからないね、これは。ちょっと、電柱とかが、ね、近くにないと、きついな。いやー、わかんねえけど、東北っぽいなー。北側が山。東側も山。南側は結構平ら。ちょっとよくわかんないなぁ。ここら辺行ってみようか。はい。おぉ。まあ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 。これはいい方でしょう。うん。いやー、ちょっと怖いなー。一回一回のゲスが。はい。さあ、続いて。これは？ダイヤマークがあるね。何この変なダイヤマーク。ちょっとおかしいなことになってるけど。何これ？チューブじゃない？これ。チューブプレートに見えるんだけど。丸みを帯びてる？いや、そんなことない？いや、ちょっと待ってね。なんか曲がってるよね。チューブだよね、多分。多分チューブだと思う。関東ポールあるんだけど。待って。でもチューブだったらガイワイヤー違うんだよな。関東か？関東ポールトップばっかだな。まあ、関東っぽくないよね。やばい、また変なの来た。今回マジでむずいぞ。なんか黄色のでかいやつだから、これあれかな。中国四国かな、中国かな、これ。どうだろう。ちょっと中国行ってみようか。わからん、これ。これ辺で。はい。なんか変なの来た。マジか、これは無理だ。これちょっと笑っておきましょう。いやー、ちょっと厳しかったな、今の。なんか変だなって思ったけど。島か。はい。さあ、続いて。これは？なんだこれ。わからん。普通の、っぽく見える。関西か関東か。かなぁ。怖いな、これ。どっちだろう。縦書きっぽいなぁ。どうだろう。関東ではなさそうだな。関西か、これ。九州じゃないよね。わかんない。これ九州か。いや、九州っぽくないな。関西行こうか。これちょっとわかんないな。はい。北海道？マジで？ちょっと待って。どこが北海道だった今。やばい。全然頭働いてない。北海道だった今の。意味がわからん。ちょっと待ってね。やばい。ちょっと待って。めちゃめちゃ焦ってる。
冷静なゲスができなくなってる。やばいな。さあ落ち着こう。どんな時でも落ち着きます。これは四国っぽい。四国だね。四国で北山ということで高知行こう。はい。いやーちょっと待って、冷静なゲスがねできてないな。ちょっとあまりよろしくないですが、うおー地形すげえ、それは近い。うん、いや強いです。いやクオクサスソースやっぱりめちゃめちゃ強い。さすがワールドカッププレイヤー。ただ負けたくない。なんとか点見えない。うーちょっと今回地名が見れないのかな、日本人として。ちょっとね、あんまり有利を生かせてない。まあ、関東かなこれは。さすがに関東。047。千葉だね。千葉なのは分かったけど、千葉のどこら辺か分からん。はい、この辺置いてみます。まあそんなに山はないから南の方ではないと思うんだけど、どうだろう。ここら辺ならあり得る。もうちょい北かな。あー南か。はい、まあ、これはね電話番号を押さえてたんで、うん、千葉は分かりましたね。さあ続いて、こちらは何あれ、すごい山だな。ん？さあ、またわかんない。うわ、これどこだ？東北か？東北っぽいよね。ちょっと待って、一回冷静になろう。東北っぽい気がする。いやー、わからん。いや、下手したら死ぬ。ちょっと今回難しいの多いな。全然わかんない。こっち行こう。はい。なるほど。まあ、東北は合ってた。よし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 。まあまあ、全然耐えでしょ。はい。さあ、地名来い。地名来てくんないと勝てないです。はい。これは？うわ、微妙。え、何これ、やばいな。なんだこの景色。何これ。ちょっとやばいぞ、これ。うわーこれは、決まっちゃいそう。え、見えない。え、九州か？九州か四国か。いやー、わかんねえ。怖すぎる、これ。いやーでも九州でしょう。いや九州行きたくなる。はい、置きます。いやー沖縄かなるほど。いやー沖縄だったらプレート3つ欲しいな。ちょっと分かんなかった。まあお互い外してるんでセーフ。 OK。 はい、さあ今の難しかったです。さあこれ東北ですね。東北はやばい、決まってしまう。東北のどこか。いやー、わからんなー。西側にすごい山。南はない？西側にすごい山。まあ、ここら辺かなーってなると。でも、東側に山は、ああ、ちょっと見えるね。ここら辺行きたくなるかなーってなると。はい、行ってみます。うわー、めっちゃ南あった。耐えてくれ。よし、オッケー。まだ耐えてる。さあ。難しいな、今回のラウンド。
関東っぽい。で、048、埼玉だね。はい。さあ、どうでしょう。さあ、これ電話番号が多分埼玉だと思います。うん。まあ。はい、相手も分かってますね。いやー、強い。これは？これなんだ？青いステッカーが見える。ただ、関東ポールトップ。え？嘘？青いの見えるよね。あ、でも黄色もあるな。え？関東だよね、でも。あー、関東じゃないのもあるぞ。オレンジ。中国地方か？中国地方か。東北山。東北ではないよ、でも。これは？いや、中国地方かな。そんな気がします。なんかいろんなポールトップあるんで。どうだろう。まあ、そうだね、岡山とかかな。はい、行ってみます。うわー、同じこと考えてる。山口か。まあ、同じこと考えてますね。はい。さあ、続いて。これは、関東っぽい。いやー、地名が出てくんないと、きついぞ、これ。関東はね、差がつきにくいんだよな。あー、なんかステッカーみたいの見えるけど、ちょっとよくわからん。なんだこれ。まあ、関東ではありそうだけどね。ただちょっと確証が持てない。まあ、関東っぽいな。いやー、でも山がね、あんまないんだよね。まあ、この辺、置いとこうか。はい。はい。いやー、じわじわと削られてる。さあ。頑張りたい。はい。お、地名来た。よし。岡山。いいぞ。OK。ただ、岡山方面ってだけで。あ、なんかある。瀬戸内市。OK。これはでかい。瀬戸内市ってここだよね。はい。ロードアングルとか測ってる暇あんの？ちょっとよくわかんないな。はい。わかんないんで、この辺置いときまーす。まあ、もうちょいね、時間あって有利だったらね、ロードアングルとかやりたいけど。ちょっとね、不利なんで、一発逆転を狙いたい。さあ、どうでしょう。よし、OK。いいぞ。さあ、市町村出てくれれば。でかいですが、さあこれは左寄せ、四国かな。四国、で、あっちが海っぽいな、こっちが山。
ってなると、まあ、香川に行くのが無難かなって気がします。はい、同じこと考えてる徳島ね、徳島ってね、あんま出ないから行きにくいんだよね。はい、さあ、関東かな。お、でかいぞこれ。029は茨城。茨城の、ちょっとよくわかんないですが、はい、この辺も行ってみます。さあ、どうでしょうか。うん、OK、いいぞ。はい、いやー、いい勝負ですね。さあ、さあ、中国地方ですね。なんだこれ。なんとか、子供の子。これか？米子市かな？これじゃね？はい、行ってみます。おわ、待って、相手も置いてきてる。読んでるのか？すごい。さあ、めちゃめちゃいい勝負です。さあ、これは、チューブっすね。早っ！置くの早いな。まあ、これ辺かな。はい。同じすぎるお互いゲスが考えてること一緒すぎるな。これいつ終わるんだ。さあ、もう両方わかんないラウンドが来て、もう大逆転しかないかな。兵庫、よし、もう置いちゃおう。さあ、兵庫65探してる暇あるか。これあった、65。はい、さあ、どうでしょう。あ、加古川市って書いてあった。もうちょいちゃんと見るべきだったね。こっちだったね。うん。うおー、入って、加古川読んでる。ダメだ。早起きも通用しない。ちゃんと探そう。うん。多分、読めるな。クォークソースは。すごすぎる。さあ、来ました。いやー、これは決まるね。さあ、これ決まります。さあ、多分相手もわかんないでしょ、これ。さすがにわかんないはず。これでわかったらバケモン。いやー、でも電柱をね、しっかり、情報がない中でも、見ていきたいけど、もうでも、電柱とかじゃないよね、これ。なんだよ、これ。マジで無理やん。こんなん無理やん。置いてきますよね。さあ、決まります。いやー、この辺、行ってみます。お！来たんじゃない？お！勝った！ GG！ よし！